吉さん今回ね車についてちょっとお話したいと思うんですけどもあの島田敬介さんの話私も知ってるんですよまあそうだよねって思ってましたで私の場合は若い頃からその格闘技空手をやっていたんでねその時に思ったんですけどもあの黒帯になると黒帯以下の対戦相手を誰でも選べるんですよでも白帯帯だと黒帯の人は 基本的にに相手にしてくれないんですよ、ねまあ、ですんで自分と同格かもしくは格下の相手を選ぶしかなくなってくるんですよ。でボクシングの話になるとタイトルマッチに挑戦しようと思うとその自分が挑戦しようとする例えばチャンピオンですねチャンピオンのギャラを挑戦者が払うことになるんですよね。まあ、ですんでその額が小さいと受けてくれないし。 額が大きいと自分が稼いでいかないといけないからトレーニングができないしみたいな感じですごくねなんかその攻め上げがあるなというところなんですよだからボクサーになろうと思ってもお金があれば結構無理な試合でも組ましてもらえるし挑戦がいっぱいできるんですよねでもちろん体を鍛えないといけないのも同じですけどねで選ー試験です選ー試験でいい点を取ると足切りに合いませんから自分の好きなあ 土俵で勝負ででででききるるるいわゆる大学受験ができるんですよねでもセンター試験で足切りになっちゃうと本番に挑戦できないんですよもうここは受験しちゃダメですよっていうところが決まってくるんですよねでお金もそうですよねここから車の話になってきますけど私大学生の時にできた同い年の友人がね二十歳前後にしてその新車で車を2台持ってたんですよそれでビジネスの時にはあのセドリックの 当時出たばっかりのグランツにグランツ・ウィリソンに乗ってきたんですけども遊びに行く時はあのフィガロっていうね小さなツーシーターの車に乗ってくるんですよでそれまで私は車はよくて1人に1台と思ってたんで度肝も抜かれましたよねあれ2台も持ってるすげえなあでも確かに金があればできるなと思ったんですよそれぞれの経費が払えれば乗れますよねと駐車場も1台につき1つ 用意できれば乗れますよねと保険もまあ一台につき二万円をかける二で払えれば乗れますよねと思ったんですよ。それから私は車が一人に一台っていうまあマインドブロックはなくなったんで、私も就職してしばらくしてからすぐに車を二台持つ暮らしに入ったんですよ。それはまあ通勤用の車とデート用の車って感じで軽と普通車二台ですよね。で普通車はだいたい三ナンバーとかになってたんですけども軽自動車は本当に経費が安いんで。 えー、楽させてもらいましたけどねで現在車4台持ってるんですよね <laughs> でもだってね家族のことを考えたらベルファイアじゃないですかでも自分の趣味で乗りたい車はセルシオなんですよでさらに趣味を極めた飾っておきたい車はナイト2000なんですよそう考えていくとナイト2000を買っちゃうと子供も乗せられないしみだりに乗ることもできないしって感じで 自分セルシオにするとまあ荷物が載せられないからそういう時に不自由するなと思ったりするんですよ。でベルファイアにすると家族5人6人で旅もできるしすごくいいんですけどもその代わり自分の車を乗る楽しみっていうのはちょっと半減するということを考えるとどう考えてもこれ複数台持つしかないなっていう発想になって。複数台持てる 経済力があるるから全部いけるってことなんですよそれぞれに駐車場がいりますけどもねでも家の支払いももう一括で払ってるんで終わってまあランニングコストといってもね今車と子供にかかってるぐらいなもんですからね、まあ、それにしても結構な金額だと思いますけどもで時車が1台るっても2台やっても3台やっても4台やっても通勤に使うのが唯一車の使う瞬間だよってことになるとさすがにもったいないですよね。 でも1日中時間があったら午前中はあベルファイアに乗って午後からはセルシオに乗って夕方はあナイト2000をこう洗車してみたいな感じで全部の車を同時に楽しむことができるんですよね。で人生ってのは有限ですから2年に1回車を買い替えたとしてね40年で20台しか乗れないんですよ。で私は生涯に20台以上の車をも乗ってきたのは複数台いつも所有してるってことなんですよねきっと。 もちろんお金は必要ですけどもどうせね死んだらお金は持っていけないんで生きてるうちに稼いで生きてるうちに使い切るでプライマイゼロでチーンと生きたいなと思ってるんですよね私が車に関して言える人生の楽しみ方はこんな感じかなと思いますねあとね同じ車でミニカーがあるじゃないですかミニカーとかプラレールってのは小さな子供が遊ぶ乳幼児期に目にするおもちゃの代表格だと思いますけども大体 なんかその誕生日とかクリスマスとか記念日にパーツ1個とかセット1個とかまあ費用にして5,000とか1万っていうのをプレゼントすると思うんですけどもすでに大和くんにはね30万円分のプラレールとミニカーがあるんですよだからほとんど買い足すものが今ないんですよねそれを倉庫にしまっておいたのをちょろ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 出していくだけなんですよまあですんで大和くんは通常でしたら数年かかって触れるべきおもちゃにもう2歳にして全部触れてるっていうことになりますね 先日ね、おもちゃ王国ってところに行ってそこはディスプレイしてあるプラレルとミニカトミカがあるんですけどもそれと同じようなものを私我が家で再現してもう別におもちゃ王国行かなくていいよねみたいになったんですよ。うん、でそれも今でもメルカリで中古でどん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 毎日のように仕入れてますんで今度はねその、おもちゃで、ね、倉庫がいっぱいになってますね今ね。いやだからね大和くんまだそんなに強い意識はないんですけどあれ欲しいこれ欲しい,これ欲しい言わないんですけども多分。 多くのお子さんがが欲しがるものは今その今瞬間に手にに手入ってるるるんんんでででそれももだけ人生先に進んでるような気がするんですよもちろんこれからどうなるか分かりませんけどもでもあの少なくともいろんなおもちゃに触れてそしていろんなおもちゃに飽きるのはみんなより早いだろうなと思いますし友達と出会った時におもちゃの使い方を教えてあげれるのは誰なのかっていうことになるとやっぱり大和くんがリーダーシップ取っていくんじゃないかなと思うんですよだからいろんな選択肢に触れさせておいていろんな選択肢を使いこなしておかせるっていうことができるのは あのとってもいいことだなと私は思うんですよねもちろんわがままに育ったりとか乱暴者にならないように別の教育の手間がかかりますけども今思うのはマージャン店の親父がね40から始めて50になる前にこういうふうに人生が変わっていけるんだな選択肢が増やせるんだなっていうこの現実なんですよ。あとはこの現実をどう捉えてどう踏襲していくかっていうのは、まあ、それぞれの方に任せるしかないかなと思いながらの即果塾でございました。今日も入塾ありがとうございいますいってらっしゃい